はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週はバーバリーとのコラボでした。ボックスロゴのアイテムフーディーと T シャツ発売になりましたね。それ以外の、ウェア類、ジャケットとかパンツとかその辺は非常に極小ストックだったということで、希少性が高いアイテムになりました。非常に多くのアイテム、ストックしましたけれども発売となりましたが、いずれのアイテムも即完売、そしてバーバリーのみの、限定販売のレザートラッカージャケット、それからパジャマなども即完売になっておりました。非常に高価なアイテムながら即ソールドアウトになってましたね。それからレギュラーアイテムも、発売となっておりますので、今日はプレネチェックやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでプレネチェックやっていきたいと思います。今週はバーバリーとのコラボですね。ボックスロゴのアイテム発売になりましたけれども、非常に大人気のシューとなりました。いつも通りフリマアプリなどラクマとか、ちょっと出ないね、ラクマとかメルカリとか、ちょっとなんか反応が今日はあんまり、スニダンなどでチェックしていきたいと思います。まずはバーバリーのアイテムからもういきなり見ていっちゃおう。非常にこのボックスロゴのアイテムよりもこのウェア類ですね、ジャケットとかパンツ、その辺が非常に極小の、在庫数だったということで、店舗の方はもう非常に早い段階でもうなくなっていたということみたいですね。レザーカラートレンチ、レザーカラートレンチだけで出るのかどうか分かんないですけども、16万5000円低下します。果たして、おっ、わあ、50万とかで売ってるんですけどいや売れてはいないけどね、売れてはいないけど、すごい値段だなこれ。50万、で、え、でこれシュプリーム入れたらどうなるの。売れてはないけどすごいな。32万か。20、30万ぐらいでも出てますけど、まあ売れてはないですね。さすがにそれはないんじゃない？でも、その強気な価格設定、気持ちはわかるけども。あー、30、あー、こうだね。30じゃけど27万5000円。10万ぐらいプレミアムついてるっぽいですね。ちょっと強気な価格設定で出してる方も結構いますけど、その場合は売れてないので、まあ10万ぐらい。現実的には多分25万ぐらい、25、6万って感じですかね。10万ぐらいのプラスの相場になっていると。シェアリングカラーのダウンパファージャケット。シェアリングのダウンジャケット、これも結構定価高いのかな、8万か9万か、93,500円、お、16万、17万8000円、お、それなりの価格になってますね。22万8000円、すごいね。22万、これ今週すごいね、ちょっとね。22万8000円だって、ということは、え、22万8000円、スパフィージャケットすごいですね。やっぱりこのバーバリーチェックのこのベージュカラー、これがやっぱり人気になってますね。クラシカルな、カラーということで、デーマドラッカージャケット、あ、これです、スニダンの相場も一応見れるようになってますんで、一応まあこれも見てみようか、どんな感じになってるか。あ、こっちの方がちょっと安いっぽいけど、カラーによってだね。あ、ブラックはそういうことか。ブラックはそういうことで。いや、こっちは高いね。やっぱりね。この、バーバリーチェック柄。25とかもあるね。20万前後か。20万前後ぐらいまで。10万台後半から20万前後ぐらいまであるという感じで。ということは、プラスやっぱ10万ぐらいだな。デニムトラッカージャケット。これも注目のアイテムでしたね。これ価格が4万4000円っていうのは、バーバリーのアイテムにしたら割と破格なね、感じだから、すごいいいアイテムですよね。デニムトラッカージャケットバーバリー、はい、4万4000円っていうか、
ああ、もう今回はすごいな、本当に13万とかだって。で、このバーバリチェックのカラーは15万。すごい。今回はもうすごいとしか言いようがないですね。10万。軒並み10万ぐらいプラスになっているっていう感じですね。レギュラー陣。すごいね。それだけストック数というか在庫数も少なかった。店舗の方は1グループでだいぶ完売になってるアイテムも出てたみたいですから、もう1グループっていうのはもう一番最初に入った人っていうことだもんね。一番最初に入った人でも入ってるグループでもうすでに、カラー掛けとかサイズ掛けとか出てるっていうような状況だったみたいですから、これも14万8000円するんだもんね。14万8000円だって。パンツ3万3000円のパンツが14万8000円、すごい。バーバリー恐るべき。ラグビーも結構人気でしたね。これちょっと定価がいつものシュプリームよりもちょっと高めの設定になってます。29,700円。ラガーシャツね。いやー、これはすごいよ。びっくりした。89,000円。すごいね。これはちょっと売れてはないけどね。ちょっと価格設定がやっぱ強気ですね。89,000円。29,000円のとこ89,000円で売ってんだから。ね。バーグビー。バーバリー。あ、バーバー、バーバリー。はい。おぉ、799では売れてんな。ちょっと次だもん。799では売れてる。ってことは、あ、やっぱ5万だね。ラグビー特にね。あ、まあブラックはちょっとやっぱ安めっぽいですけど、やっぱり特にバーバリーのカラーと、あとライトブルーが注目でしたね今回ね。ライトブルーがどんぐらいになってるのかちょっと知りたいな。バーバリーカラーは8万9000円だって。直近8万9000円。6万ぐらいプラスだ。8万9000円、すさまじいね。もうやっぱりあのバーバリーで買うぐらいのプライスになってますね。あのバーバリーのお店で買うぐらいの値段になってると。シュプリームとコラボでせっかく安くてよかったのにっていう感じですけど、まあこっちのライトブルーは6万とかみたいです。デニムショーツ。あー、もう次はボックスロゴフーディが控えてるよ。楽しみだね。デニムショーツ。デニムショーツはどうでしょうか。26,400円。これも結構いいアイテムだなと思いましたけど、ショートパンツで75,000円だってショートパンツで75,000円ってどういう人物なんだい。そんなショートパンツを履いてる人物は75,000円のショートパンツを履いてますっていう人柄を見てみたい。人柄というかその人を見てみたいな。どういう人なんだろう。7万5000円の短パン履いてますっていう、そういう人を周りにあんまり聞いたことないですね。短パン履くような人だけど履いてんのは7万5000円しますっていう、すごいね。やっぱ5万は最低でもプラスにはなっていると。ボックスロゴフーディ、はい、果たして。あ、ブラックはそんなに高くない。6万6500円だって。あんまり出てないですね。ラクマだと。なんかでも初動10万ぐらいいってるよっていう話を昨日のオンラインの実況やってる段階でもうすでにあのおっしゃってる方いたんですけど、ちょっと落ち着いてきたかな。7万4000円だ。ザグレーでピンクがちょっと高めっぽいな。スニータン。あ、ブラックはやっぱりちょっと6万円からってなってますね。エザグレー7万から。これはそれなりには数あったんだろうと思うんだけど。フーディーってあのライトピンクはちょっとライトピンクが高いですね。ストック数が多分ライトピンク一番少ないんだと思います。ブラック、ヘザグレーはそれなりに多くて。ボックスロゴ T。7万だもんね、でもね。ボックスロゴ T は
これはあの嬉しいシュプリームプライスで、9350円、まあコラボなんでちょっと高いですけど、ちょっと高めですけど、レギュラーアイテムよりも、ただねこれ43,000円になっていると。今42,000円とこの感じかな。50,000白、白の方がちょっと高いのかな。ボックスロボティはやっぱり白でしょうね。白、赤白が一番だ、あのオーソドックスなパターン。もう10年以上出て、10年以上じゃないか、2014に出てるから、赤白のボックスロゴ T はもう8年は出てませんけど、それが一番オーソドックスで一番人気なアイテムですけど、なんで白ボディがやっぱり人気なんだろうね、ボックスロゴ T は。ボックスロゴ T、まあ5万だね。せっかく嬉しい9350円が5万円でございます。スニーカータンクだよ。まあね、ブラックがもう中古出てる、早っ。昨日発売があってもう中古、高いし中古のが。47,000円、まあ 4,5万って感じですね。うん、これ見てもね。はい、ということで T シャツ4万5万近いと。スケートボードデッキ、これがね、これもね15,400円ですからいいですよね。15,000円でバーバリーのスケートボードデッキ買って、まあ希少価値いずれは高くなることも多分間違いないですね。だからまあしばらく、もう 4,5 年持ってれば多分。ルイ・ヴィトンのコラボがあった時にヴィトンのスケートボードデッキ出たんですけど、あの時定価何百万、400万ぐらいしましたね。あのケースに入ってたから、あのケース代も取られてるんですけど、デッキ代だけじゃなくて400-500万したんじゃないかな、定価で。あ、もっとしたんだっけな、あ違うな、400-500万ぐらいだっけな。あのヒカキンさんとか買ってましたけどね、あのまああの受注生産かなんかで。それから見たらこの定価15,400円、めちゃくちゃ安いですよね。まあルイ・ヴィトンのケースもついてましたけど、31,000円だって。あ、そんな高くないね。これはこれは31,000円だったらいいんじゃない。15,000円ぐらいプラスって感じか。これちょっとでもせっかく買ったのに手放すのもったいない気がするけどね。そのうち結構なんか、あ、2色セットいいね。そのうち結構なあれになりそうな気もするけど、ちょっと分かんないですけどね。あの未来のことは分かんないですけど、まあ持ってたらなんかすごい希少価値上がりそうな気がするけど、そのルイ・ヴィトンのそのスケートボードデッキ今いくらになってるんでしょうね。その時は400万ぐらいの定価でしたけど、今果たしていくらになってるんだろうか。あ、やっぱり2万7000円ぐらいだね。なのでそこまで高くはなってないということで、これちょっとまあリセールでも狙い目なのかもしれないですね。もしあのコレクターの方は、まあコレクターズアイテムですね、これ完全に。これまあそのままスケートボードでしますよって人な結構少なそうです。もったいないよね、これちょっとね。次。これがちょっとね、楽しみというか、レザートラックジャケットとトラックパンツのセットアップ発売になりましたけれども、これはバーバリー限定で発売になって、セットアップで64万円ということなんで、でもまあ、即完売になってましたね、オンラインストアの方見てたら。12時から昨日発売になりましたけど。あ、出てない。あ、出てないね。レザートラックジャケット。これはやっぱりね、転売とかね、そのリセールに出すとかね、そういうアイテムじゃないよね。だって、こういうのを買える人は多分そういうことはあんまりやんないですよね。59万ちょっとは出てるんだね、でもね。でも履歴ないもんね。まあそりゃそうだよね。59万。パンツはまあいいや。まあ出ててもまああれでしょうから。パジャマね。パジャマ。あ、出てもないもんね、パジャマね。パジャマ25万ですから。
あれ上下でね、今これ上だけ見てますけど、すごいね、出てもないね。やっぱこういうのを買えるようなあのクラスの人たちはやっぱそういうあのリセールで買ったそばからリセールで出したりとかそういうのはしないですね、当然ね、うん、こんだけ余裕がある人はね、あのそういうふうにあの転売とかもしするって人はこの金額だとちょっとリスクがありすぎるよね。37万とか、上下で60万出してあの売れなかった場合考えるとね、怖すぎる、怖っ。あれ見ましたバーマリーとの、コラボ、プレンチェックしましたけども、もうすごいですね、軒並み、あれになっていたと、プレミアムになっていたと。またちょっと後であのあれしますけども、非常に10万円ぐらいからプラスになっているものも結構続出状態ですね。特にあのジャケット、パンツ、などが非常に大きなプレミアムになっていると、10万プラスぐらいで、レギュラーアイテムは青い産業のジャケットパンツは売り切れになっていないので、売り切れになっていないアイテムはちょっとあの時間的な都合で、今回は見ないと。スポーツジップアップセーターとかエンジェルフーデッドとかオールドイングリッシュグロー SS トップとかは売り切れになっていなかったと。キャップ類はスモールボックスのコーテッドリネン6パネル、これ売り切れになりましたね。まあただこういうのはもう別にあの定価プラス1000円ぐらいなんで、手数料引いたら、手数料引いたらなくなっちゃうよっていうぐらいなの、いつも流れなんで、まあで出ててもまあそのぐらいの感じなんで、プレミアムそんなつくことはそうそうないですね。ゴッズチルドレンビーニー、これも人気になりましたね、売り切れになっております。ゴッズチルドレン、アーシュプリーム、でも全然出てないね。ゴッズチルドレン、神の子、神の子シュプリーム、神の子になりたい人たちが多いのかな。やっぱブラックカラーかな、人気どころは。ブラック、おおすごい、15,900円、売れてはいないけど。ゴッズチルドレン、うん、ということで、まあプレミアムには特になってないですね。グラススプレーボトル、これ結構昨日あの実況やってる時も話題になってなりましたけども、これもなかなかあのなんだっけ、あのプロセッシングエラーでなかなか購入にできないっていうスプレーボトルも買え、ボトルも買えないっていうふうにあの非常に言われてましたけど、あのプロセッシングエラーで手動対策がっつり入っておりまして、11万じゃない、1万円ぐらいだね。赤が人気なんだね、やっぱ。でもブランドカラーですから赤人気になるんでしょうけど、これあのちょっと個人的にいいなと思ったら、クリアにちょっと赤っぽい溶液というか液体を入れると、あなんかいい雰囲気になるんじゃないか、赤とかねブルーとかね、そういうのを入れるといい雰囲気になるんじゃないかなとちょっと思ったんですけど、でもやっぱブランドカラーのレッドのが人気ですね。1万円になってると倍になってんだね。でもね、グラスボトル容量 700ml ってちょっと大きめの感じっぽいですけど、9,990円、おっと、やっぱだから1万円ぐらいか。ちょっと値段上がってきてる風だし、ちょっとずつね。クリアは、クリアはちょっと安い、79、クリアは安いですね、6,500円、うん、安く買える可能性がある。ということで今日はプレネチェックやりました。やっぱりもうあのバーバリーのアイテム非常にプレミアムがっつりついておりましたね、がっつりついておりました。10万からプラスになってんのはもうジャケット類と、あとレギュラージンとかね、その辺はもう10万からのプラスになっていると。ショートパンツでも7万5000円だってあーすごすぎ、ちょっともうちょっと数出してくれればいいのにって感じですね。でもね、ということでプレミアムがめちゃくちゃついておりました。ちょっとそれはあの在庫をね、あのもうちょっと用意しておいてくれればもうちょっと、ね、プレミアム少なく済んだかもわかりませんけども、
もうちょっと在庫たくさん出してくればよかったなっていう感じの、感想になります。ということで、今日はプレネチェックやってまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。